こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。皆さん、こんばんは。焼肉奉行の舞ちゃんです。はい、舞ちゃん。この前も一緒に焼肉食べましたが、今日はリフォームですよ。その食レポじゃないんですが、どういうその意図でしょうか、心は。あ、すいません。今、みんなで焼肉に来ている最中、中継しておりますが、ちょっと私、触ってほしくないんですよね。私のステージなので、ちょっともう置かないでっていう感じですね。もう置かないで、もう何も置かないで、このままにしといてっていうことですよね。フリーズ、リフォーム、リフォームで、もうまさしくその声やってきましたよ。もう何も置きたくない、もう置かないで、何も置かないで、このままビフォアアフター終わった後はもう使いたくない。今日のご飯はキッチン綺麗になったからさ、使わないで外食行っちゃおう。まあ、じゃあこれあるあるですよね。はい、わかります。綺麗になったらもうね、触りたくなくなるという。はい、もうみんな触るなと。みんな触るなと。そんなビフォアアフターが今日やってきました。どんなビフォアアフター？やっぱり皆さんビフォアアフターも大好きですよね。ということでお届けしましょう。トレーシア&リフィット、どういうことの組み合わせ？これまさに、山さんおすすめさせていただいております。もともとのキッチンはこの L 型のキッチンだったんですよね。長く使ったこの対面のこの部分がどうなって開放的にするのか、ドン！おぉ。素晴らしい。おー、すごい。トレーシャーにリフィット。トレーシャーにリフィットですよ。値段も少し抑えられて、見た目も。これもうわかります？まゆちゃん、この前あったでしょ？冷蔵庫が、養生して出せなかった。L 型ですよ。L 型がこう変わったわけですよ。すごいですね。奥見てください。アントリー、奥、アーチ型の入り口。これ、アーチ型造作してもらったんですかね。すごい。何も来たくないくらい、山さん、本当にお世話になりました。オフ会にもですね、来ていただきまして、奈良でオフ会あった時、一緒にお食事もさせていただいたんですが、それ以来、まあ、リフォナビの方で質問の、やり取りをずっとしてサポートさせていただいたんですが、いろんなプランがいろいろあった、その内容をですね、ビフォーアフターくださいって言ったらいっぱい送ってくれましたんで、まずは見ていきましょう。こんな形で始まったんですよね。でね、床どうしようかなって迷ってたんですけど、いや、もう、やるなら今やんないと絶対やんないですよね。これもうわかるんです。わかるんですけど、最後の最後で床、行ったんですよ。という風になったんで、後ほどそこも見ていきましょうね。で、換気扇のところ壁もずらして、この300角の昔の、わかります？この部分が換気扇ありますよね。ここ。レンジフードの上も造作のあんな感じ、はい、あれも外すんでしょう。で、ちゃんとダクトがこういう風に出てきて、山さんの動画見て、その外のウェザーカバー、雨が入ってこないところの中にちゃんとベントキャップは、作ってもらいましたという形で、これはこのまま残ってます。この中にベントキャップありますよ。はい、この内容も、やっぱり動画見ながらチェックしながら、どんどん進めていっていただきました。わかります？すごい。いいじゃないですか、これね。憧れです。ね。テンション上がりますよね。はい。で、中のところに、ガチャレールで棚板作った、こんな感じ。で、いやー、羨ましい。ここにいっぱい食品とか入れながら、もうテンション上がりますね。後ほどクロス。キッチンはもう据え付けました。で、内装工事。これ床はもう、フローリング先に先行で、キッチンに据え付ける前に入っております。で、天井の上とかの配線。これから内装工事にも移っていくわけですよね。まあ、ちゃん、これ、なんかやっぱり、こういう風に見ていくと工事だなと思いませんか？そうですね。もう、大掛かりな一大プロジェクトですよね。そうですよね。もう、これもでもテンション上がってきますよね。前の家のそのキッチンはどこ行った？どういう仕上げになった？最後はね、最後はやっぱクロスなんですよ。だから、クロスをいかにそのイメージするか、クロスに予算をちゃんと設けるか。だからこそ最初のイメージをつかみましょうというのがリフォナビ流なんですね。先に工務店を決めるんじゃなくて、先にメーカーショールーム。そしてもっと言うならば、商品を決める段階よりも、まあ、イメージ、コーディネート、この辺の、まあ、テイストを決めておく方が大切。まさにそれを実践してくれたんです。この、斜めになっている天井のところ、クロスもこういう風なプライマー処理、あ、こういうことやるんですねって、なかなか素人の方、わからなくって、あ、そういう風に剥がした後に、そう、継ぎ目をなくしていく。そういった、内容が、クロス、どんどん仕上がっていきました。どんどん進んでいきますよ。そして、ドン。こんな形で。いいですね。この多分一緒じゃないかなと思う。あれね、貼ってますよ。使ってますよ。あのクロス。あのクロス、人気ありますよ。いろんな色があって、ね、はい。ちょっとね、これイタリア、なんていうんですかね、北欧、その辺の感じですか。
かわいいですよね。は本い。棚みたいなね、ああ。柄でね、緑とかもいろいろあって、いかろいろわあいい。るんですね。いいです。ここに使うというのがいいですよね。パントリーのこの一面だ。こんな形で。でね、こうエアコンのところでクロス仕上がりましたって。あ、なんか黄色い形のクロスになってるんですよ、これ。ボードじゃなくてね。そこ変えたんですね、そう色。そう。これね。なるほど。これですよ。上手です。だから最初にイメージつかんだんですよ、まさに。もう、お手本のような決おめ手方で本でしょ？ナチュラルなカフェ風ダイニング、これね。す。もう、素晴らしい。これ、こういった形、まあ、品番またちょっと参考にいただいてもいいですし、クロスも完了しました。イエローですが、先ほどの、外のところね、小さいサンプルではすごい派手な黄色に見えましたが、春と落ち着いたイエローでした。自分だともっと薄い色を選んでいたと思うので、これはリフォーム会社の担当の方が勧めてくださったもので大正解でした。白地に柄の入っているものも貼った方がずっと素敵。これは自分でウェブカタログで探したものです。これも何点か候補を出しアドバイスしていただきました。やっぱり餅は餅屋ですっていう形で、そうですよね。で、組み合わせは色目、雰囲気などをしっかり心得ておられました。だからデザイン系のね、リフォームでやっぱりそういうの上手だったっていうことですよね。こんな感じ。木のぬくもりが感じられる柔らかい色合い LDK。やはりこういうのをイメージをしっかりつかむという、まさにリホナビ流を実践していただいたな。で、出来上がったのがこちら。こんな感じ。いいですよね。多分写真でも素敵ですけど、多分実際見るともっと素敵なんでしょうね。多分もう朝とかの雰囲気でまた変わってきますよ。これ。いいですね。なんかこのライトもすごくいいじゃないですか。これね、ペンダント。すごいかわいい。ダウンライトがあって。それと、やっぱりレンガ調やタイルのクロスを選ばなくてよかった。ここですよね。多分このあたりのところ。で、ほんの一部、カップボード置くとならいいと思いますが、うちのような広い面に貼る、それを貼ると、飽きも来るし、安っぽく見えた。そうそう。だから、その、レンガ調難しいの。レンガが本物のレンガ。よく言うどうですかって言ったら、本物のレンガだったらいいんだけど、レンガ調の、印刷になるんで、どうしてもこの辺っていうのをうまく取り入れないと、雰囲気は変わります。で、こんな感じになりました。いや、素敵ですよね。どんどん出てきます。はい。ということで、このキッチン自体がコンロとシンク離れて、こんな2型にすることによって通路、動線確保できたんではないでしょうか。もちろん、ホーローですよ。まだできたばっかりなんで、ここからカスタマイズする。まだこれ、スタートに立ったばっかり。まだ中のところとか、この辺を、またこれからどん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 、レビュー。そちらの方感想いただければと思います。ということで、ぜひ皆さんね、こういった形のビフォーアフターもどんどん山さんにいただけると、それを皆さんにシェアしたいと思います。ここにコンセント、あ、ここに、おしゃれに仕上がってますよね。まいちゃん、いかがですか、これを、見た目。いや、このアイランドのね、シンクとか、そのカウンターがちょっと伸びてるあたり、まあはい。いいですね。なんかショールームみたいですね。みたいですね。床もかっこよくないですか、これ。床の色も、床がね、幅広で、やっぱりトレンドですよね。で、ちゃんとリフィットのカップボードとも、白とも相性のいいものを選んでいただいていますね。こんな感じ。いや、おしゃれ、素敵。と素いう晴ことらで、しい。こちらの方は、人造、アクリル人造だる式シンクを選ばれて、水栓2本つけて、浄水器もつけているような形。食洗機も入っていますね。ブースネックいいですね。はい。それから、ここにあれが欲しい、これをつけたいというのは自分たちで提案しないといけないということも分かりました。そうなんです。だから待ってちゃダメなんですよね。なかなかあなたの声を、あなたはこれが欲しいはず、ドドーンってね、心を読むわけじゃないんで。いや、言ってくださらないのって。いやいや、言わないとだ。担当者からは一般的な提案されるので、そこに自分のしたい形を付け加える。これ大切ですよね。そうしたら、できる、できない。またこうした方がいいという提案をしてくださいます。まさにその通り。本当に山さんの YouTube に出会ったことで、元々のプランが劇的に変わりました。ありがとうございます。まあこれね、オフ会の時に図面持っていただいて、でも、ワンツーマンでいろんな話をしたというのを、やっぱりこういうふうに、形に出来上がると、私も必緒に楽しみにしておりました。キッチン出来上がりました。LINE 登録で定期的にプレゼントを配信してますよ。ぜひ。山さんとお友達になっていただいてコメントスタンプくださいね。リホナビとはリフォーム、こちらを皆さんに導くシェア、そしてリホナビ教室コンテンツ1300以上。昨日配信したんですけど、リホナビライブラリ LINE 公式でこれ使ってくださいねって言ったら、一気にね、昨日1日だけで1300アクセス。おお、すごいですよ。すごい。1週ありが間とうございます。
ということで、またまた今日も、5月5日ぐらいまでがね、実は、応援スタッフが、力入れてくれてますので、ここまでに私とまーちゃんでカタッと入れていきますんで、どん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 よくある質問、増やしていきたいと思います。リホナビライブラリ、メンテナンス情報であったり、よくある質問であったり、そんな内容を動画、ブログ形式、Q&A にして配信中です。こちら、LINE 登録、こちら、友達になるだけで、こちらの情報をぜひゲットしてみてくださいね。ということで、今日お届けしたのは、ビフォーアフターですよ。やっぱりこれがね、リホナビ友の会の情報が、このチャンネル、そしてリホナビの一番の、大きなメリット、皆さんでシェアして学べるっていうところが、皆さんがこちらの、自分が自分の力になる、あなたの力が皆さんの力になるという形になるかなと思いますんで、まさに、もう何も載せたくない、使いたく、載せたくない、使いたくないっていうのが、使った内容もぜひ待っております。まあ、じゃあ、いかがだったでしょうか。今日の、トレージャーとリフィットの組み合わせですよね。はい。組み合わせの例としてもすごく良かったですし、この2型っていうのも、なかなかないケースで良かったですし、パントリーのアーチもとても参考になりましたし、クロスの使い方、ね、柄の使い方、ね、クロスの色の選び方、もう学ぶところがいっぱいあったと思います。はい。元々の入り口のところから、デザイン、そして、いろんな、レイアウトも含めた形で、しっかりとリホナビ流を、実践していただいたんではないでしょうか。はい。それでは、また皆さんにも多くのビフォーアフターシェアいただければとっても嬉しいです。いきますよ。せーの。必ず、できる。使ってくださいね。その声も待ってます。乗せれない？乗せて。食べて。